岡田がさあどうする、狙っているか、狙っているか、背後から持ち上げるか、どうだどうだ、どうだ、うわすげえ、いった、ファレの体を持ち上げる、そしてリバースネックブレーカー、いやー驚きました、ファレの肉体を担ぎ上げた岡田がリバースネックブレーカードロップ、さらにはトップロープ、得意技狙いを定めてダイビングエルボードロップ、いった、腰を押さえながら大巨人を退治する、全体重を浴びせていかないとダメですからね。でもね、そうですよね、ファレの巨体背後からレインメーカー、うわーしかし風がくるバックフリップ、